ちは、こんばんは。ココアドチャンネルへようこそ。動画をご覧いただきありがとうございます。今日は去年の20周年の個展でも中高生の方とか若い方から、どうやったら画家になれるんですか、画家として日本で食べていくのは大変ですかっていうご質問をいただいたので、その辺を私の個人的な見解ですけれどもお話ししたいと思います。多分ほとんどの方が絵では食べていけないっていうふうに思ってらっしゃるのは確かだと思う。私自身も絵描きになりたいって親に言った時に、絶対食べていけないからダメっていうふうに言われたんですね。本当にやっぱり難しいですし、厳しいですし、なかなか難しい世界でもあるんですけれども、じゃあなんで難しいのかって考えた時に、やっぱり日本には絵を買う文化というのが圧倒的にないんですね。でも私的見解から見たら、日本人って最もアートが好きで最も美術に関心がある国民でもあるんですよ。なぜなら私が初めてフランスに行った時に見たい絵があったんですけれども、ただいま貸し出し中で、この絵はここにありませんみたいな張り紙がしてあったんですね。そしてどこに貸し出されてるかというと、日本みたいなことが書かれてあったんですよ。そのくらい日本っていうのは世界中の美術品とか世界中のアートが集まるし、本当に日々全国のいろんな美術館で様々な展覧会が行われている国でもあるんですね。そしてその展覧会に長蛇の列ができる国でもあるんですよ。それぐらいアートとか絵が大好きな国民でもあるんですけれども、どこかなんか高尚なものとして捉えている部分が往々にしてあると思うんですね。ちょっと異世界のものとか、ちょっと身近じゃないものとか、最近はようやくなんか日常生活にアート的なものが入るようにはなったんですけれども、それから日本というのはとても習い事が盛んな文化でもあるんですね。日本で趣味で絵を描いている人口ってめちゃくちゃ多いんですね。カルチャースクールの絵画教室とか、定年退職されて趣味で油絵を描いてる方とか、日本では本当にたくさんいらっしゃると思うんですけれども、でもやっぱり家に絵を飾るとか、絵を買うという、アートを買うというところまではなかなかまだまだいかないのが現状なんじゃないかなと思うんですね。画廊って行ったことない、画廊ってどこにあるのっていう方も日本には多いと思います。そういうことがあって、なかなか日本で画家として食べていくのが難しい、絵描きで生活をするのはなかなか難しいっていうのが現状なのかなって、そんな風にも思うんですけれども、私自身も25歳で初めて個展をした時に、その時はもう本当にこれしかないと思ってたから、不安も何も突っ走るしかなかったんですけれども、頭の隅っこでは売れ続けることとか、ずっと続けることって大変なんだろうなっていう思いも若干ありました。じゃあ本当に画家になるのが絶対ダメな国なのか、もう絵描きになるのは絶対無理な国なのかといったら、そうでもないんですよ。私の周りには絵で生活してる人もいますし、それこそカルチャースクールで絵を教えながら個展活動をして画家を生業にしてる人もいらっしゃるんですね。私がデビューの頃から作家仲間を見てて思うのは、食べていくのが難しいからっていうよりも、なんかモチベーションが保たれないからやめたっていう人もいるし、絵の世界の汚いところを見てしまって、それに絶望して絵描きをやめたっていう人もいますし、でも絵の世界に限らず、どの世界に行っても汚い人は汚いし、ちゃんとしてる人はちゃんとしてるんですよ。画廊の人でも自分の資材を投げ寄ってでも作家を育てるっていう人もいるし、本当にそれこそ作家を食い物にしたりとか、所属させるだけさせて飼い殺しにするようなギャラリーもあるにはあるんですけれども、それっていうのはやっぱり絵描きである私たちも見る目を養わないといけないし、やっぱりしっかりしないといけないし、絵描きでもやっぱり世間を知らないといけないし、世の中を勉強しないといけないこともたくさんあるし、絵描きだから世の中の常識知らなくていいんだっていうことは絶対ないと思うんですね。やっぱり続けていこうと思ったら、世の中の経済の動きとか、世の中の動きとか、現代社会がどういうふうに変わっていってるのかっていうこととか、時代のこともやっぱり考えないといけないなっていうふうには思うんですね。中にはそうやってやっぱりコレクターっていうのが海外に多いから、海外に行ってしまうっていう作家も私の後輩でもいますし、私と同期ぐらいの作家の人でももう海外に行っちゃってる人もいるんですけれども、海外に行った作家を見てたりとか、行った人から聞く意見では、やっぱり私たちって日本人なんですね。なんか当たり前のこと言ってるみたいなんですけれども、海外でいくら頑張っても私たちはどこまで行っても日本人なんですよ。こう言うとちょっと分かりにくいと思うんですけれども、じゃあお笑いの世界とか芸能界を見てください。外国人枠っていうのがあるじゃないですか。ほとんどが日本人なんだけれども、そこにちょっと外国人の枠として立ち位置があるみたいな、画家の世界でもそれってあると思うんですね。
それを分かった上で海外に行くんだったらいいけれども、分からずに海外に行ってしまったら挫折することがあるんじゃないかなって思うんですね。例えば海外のギャラリーに所属できたとしても、そこには日本人は2人か3人いて、あとは全部現地の人っていう場合がほとんどなんですよ。中には日本人の作品ばかりを扱ってるギャラリーもあるにはあるんですけれども、それはあくまでマニアックな路線なんですね。これは本当に私の見解ですよ。海外に活路を見出したいと思う人はその辺を分かった上で行くんだったらいいけれども、やっぱり私たちはどこまで行っても日本人なんですね。いつだったか私もインスタグラムのコメントで、日本人のくせにいい絵を描くなとか、家好きなのにいい絵を描くなとか、褒めてるのかけなしてるのか差別してるのかわからないようなコメントが入ったことがあるんですけれども、海外に行けばやっぱり日本人として差別されることもあるだろうし、珍しがられることもあるだろうし、活躍できてもその日本人枠っていうのから出られないこともあるだろうし、難しいこともあると思うんですね。だから海外に行くなとは言わないんですけれども、海外に行くんだったら向こうで死ぬ覚悟で行くのか、向こうで評価された実績を日本に持ってきて老後絵描きとしてどう過ごしていくのかっていう先のことまできちんとプランとして考えとかないと、それはちょっと難しいのかなと思うんですね。中にはたまに何か勘違いされて、絵描きになったら儲かるんですかとか、楽してお金持ちになりたいから画家になりたいとか、なんか好きなことをやってお金持ちになりたいっていう風な感じで質問してくる若い子もいるんですけれども、お金儲けをしたかったら別の仕事をした方がいいと思います。絵描きでお金持ちになるのは本当に大変だと思います。一時的に何かが当たってお金がバンと入ることはあっても、それが持続することっていうのはまあ難しいことですし、なかなか大変なことなんじゃないかなと。お金儲けがしたかったら画家じゃなくて他の仕事をした方がいいんじゃないかなって。人から潰されることよりも自分から潰れる人が多いかなというのが私の印象な感じがするんですね。だからこそ応援し続けてくれてる人の存在っていうのはものすごく大切になりますし、何もそれは絵を買ってくれる人だけじゃなくて、コレクターさんだけじゃなくて、ブログを書いた時とか、まあ私だったら動画に制作過程をアップロードした時とか、そういう時にコメントをいただいたりとか、個展の時に何か励ましをもらったりとか、そういうお金にできない価値みたいなのが積もり積もってモチベーションになって次の作品につながるってこともあると思うんですね。本当に私も毎日ここで絵を描いてるんですけれども、一人っきりで絵を描くわけでしょ。だから個展の時にたくさんの人からたくさんの言葉をもらっても、本当にアトリエで一人で絵を描いてると本当にこれでいいのかなとか、モチベーションが保たれない時とか、挫折しそうになったりとか寂しくなったりとかすることあるんですけれども、そういう時に皆さんからホームページにいただくメッセージとかコメントとかって本当に励みになるし、モチベーションになるなと思うんですね。昨年の動画で企業コラボのことをちょっと動画にしたことがあるんですけれども、そうやって自分が絵描きとして養ってきたものを、自分のスキルを他に生かしながら社会と関わって、それをお仕事にしたりとか、モチベーションにしたりとか、私は本当に企業コラボっていうのはただ単なるお仕事としてじゃなくて、書き続けるモチベーションにもなるし、社会とのつながりにもなるかなと思ってるんですね。世の中にはいろんな情報が今は錯綜してて、絵描きになるにはこうしないといけないとか、ああしないといけないとかあると思うんですけれども、それぞれのオリジナルでいいと思うんですね。この年になって思うのは、職業何ですかって言ったら、絵描きです、画家ですっていうより前に、職業は構文構造ですみたいな、職業はココアードですっていうような感じが一番強いかなと思うんですよ。どこまで行ってもやっぱり自分は自分ですし、他の誰かにはなれないですし、なんとか自分を分かってもらいたい、なんとか自分のこういうことを表現したいから、それを人に分かってもらいたいっていう情熱があれば、きっと賛同してくれる人はいるし、コレクターはついていくし、少しずつつながっていくと思うんですね。絵描きとして作品を発表したいなって思ってらっしゃる方がいたら、なんとか個展をするチャンスを見つけて、日本だったら貸し画廊という文化あるじゃないですか。そこにもいろいろあるんで、何かの機会にギャラリーとか画廊についてもお話ししたいと思いますけれども、一つ何か発表する機会を得た時に必ずそれを全力ですること、そして次に必ずつなげるように自分で持っていくこと、そして何より絵描き続けるモチベーションを持つこと、やっぱり続けていくとそれに賛同してついてきてくれるファンの方もいるし、応援してくれる人もいるし、本当に私もまだまだなんですよ。だからなんか画家になりたいんですけどどうしたらいいですかっていう方に、こうすれば間違いないよっていうことを言ってあげられないし、この動画でもなかなかそういうことをお話しできないのは本当に自分でも歯がゆいんですけれども、やっぱり続けていくことが大事なんじゃないかなって、描き続けることが大事なんじゃないかなって。それでもやっぱり人生だから、いろいろあってちょっと筆を置いたりとかお休みすることってあると思うけど、自分の人生の中で
表現することとか絵を描くこととかアートがどのぐらいを占めるのかなっていうことが大事になってくるんじゃないかなって思うんですね。若い時によし画家になるぞと思ってもいろいろあってやめてしまう人も多いと思うんですね。それが生活面だったりとかモチベーションだったりとかいろいろな理由がそれぞれにあると思うんですけれども、まあ私も含めて続けてる人っていうのはそれがないと生きていけない人なんじゃないかなって、モチベーションが続いた人、そして応援してくれる人がずっといたってことなんじゃないかなって思うんですね。だからこれから何か絵描きを目指したいとか画家になりたいっていう方がいたら、やっぱり応援してくれる人、自分のモチベーションの種になることとかそういうことっていうのを少しずつ膨らませていくような、そういう感じで続けていけば何かの形にはなるんじゃないかなって。ちょっと話がとっちらかっちゃって、まとめとしてはどうやったら絵描きとしてやっていけるのかっていうのは本当にそれぞれあって難しいんですけれども、やっぱり続けること、日本で確かに画家になることっていうのは難しいし厳しい面もあるけれども、本当にそれはどの業界でもやっぱり言えることだから、絵描きに限って厳しいだけではないと思うから、何に対しても厳しいと思うんですよ。何に対しても違う面で厳しいところはあると思うので、どの業界でもいいところ悪いところあると思うので、自分がもう絵描きじゃないと生きていけないとか、ずっとこれでやっていきたいという強いモチベーションがあったら、それをいつまで保てるかっていうのが一番の鍵になってくると思います。はい、ということで今日はどうやったらこの日本で画家になれるのかとか、そういうことをちょっとお話ししたと思うんですけれども、何も答えにはなってないと思うんですけれども、今日私が話した中で何かのヒントになったらいいかなって思います。もちろんこの動画を見てる方は絵描きになりたい人ばかりじゃないと思います。ほんのちょっとでもアートに興味を持っていただいたら、ぜひ好きなアートを見つけて応援してアートを支えていただけたらありがたいなって思います。これからもココアートチャンネルはアートの裾野を広げるような活動をしていきたいと思っています。一人でも多くの方にアートに興味を持っていただけるような、そんなチャンネルになるようにこれからも頑張ります。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた。ココアートチャンネル、もしよかったらチャンネル登録もお願いします。画面のプロフィール画像はココアートチャンネル、上の赤いサギはメインチャンネルです。メインチャンネルでは古典の映像とか作品のメイキング映像をお伝えしています。よかったらメインチャンネルも応援してください。画面のおすすめ動画もぜひご覧ください。それではまた次のココアートチャンネルでお会いします。ありがとうございました。